市のキャプテン集計情報に来てください。はい、それでは午後の講習会を始めます。挨拶をお願いします。はい、お疲れ様でした。今から約2時10分ぐらいまで技の解説、面打ち、小手打ち、小手面打ちぐらいしかできないのかなと。で、人数もちょっと多いので、横の範囲とか使えないんですけども、私が、試合に取り組む、試合で臨む際の心構えとか、それを踏まえて、その後にやる、技の練習するときに、心がけていることなんかをちょっと説明を入れながら、説明をした後に皆さんに実際にやってもらって、でまた途中で私またこういうふうに指導をかけて、また指導する。いうような形でちょっと話を進めていきたいなと思います。試合を見ていてちょっと一番最初に気づいたら足崩して、まず試合を見て、まず気づいたこと、立ち上がりに簡単にってしまう。試合の審判が初めがかかってから簡単に技を出そうとしている。そして相手の受け取りが受けてしまう。おそらく基本で攻めて受けるっていう指導はおそらく受けてないと思います。なので私が試合に臨む際に必ずしていること、それは試合前から相手の戦いが始まっている、そういう指導もおそらく受けていると思うんですけども、私はもう開始戦に始まり入る前から常に相手を意識して、相手がどういうことを考えているのか、ルーティーンっていうんですけど、自分がいつもやること、僕は大体こうやってアキレス腱を伸ばした首を振って手を何回か振っていく、イチロー選手だけどこういうねやることです。これは何て言うんでしょう、自分のいつもの状況に入るためにやる儀式みたいなものなんですね。それをすることによっていつもの稽古の妙になれる、緊張して相手だと思っていきなりこうやって礼をするんじゃなくて、いつも自分は何をするのかと考える。いつも俺は試合前に必ず足を出す。全日本選手権なんか見てもらったらあるから、必ず開始の必ず足を伸ばして、手を伸ばして、相手と戦います。それにすることによって、いつもの自分が出せるように心がけます。それを皆さんにやってほしいというあれではないでしょうけども、それぐらい試合前から相手に気持ちを集中する。始まったら何をしようって言って、始まる前から勝負始まってくるんだ、そういう気持ちで気持ちを作る。まずは気持ちを作ってから
必ず作るようにしています。なので途中で審判のやめとか書かれて敗戦でございます。ぼーっと入れなくて次は何を進めるのか、自分は今どういう状況の中にいるのか、そういうことを考えたら改善になる。ただ体を先に戻すのではなくて、まずは気持ちを先に戻す。気持ちで先に何をするのか考えてから構えてそれが私の試合に臨む時の心がけ。ちょっと皆さんの試合を見ると、ただ簡単に構えて、ただ簡単にして、で、技を出して、その場でちょっと考えているのかなと。全員がそうではないと思うんですけども、そういうふうに見えるので、もし次、試合をされるときは、試合前から気持ちを作って、審判の始めが開始ではなくて、開始戦に入る前から勝負だと。そういうお気持ちでやってもらったと思います。で早速、面打ちなんですけども、